風紀を乱す行為を禁止していく。こんな感じです。車載カメラシリーズ、プラスアルファ、ウィズですね、夜のドライブということで、まあ、今倉敷に今日来てるわけなんですけど、おこれ左上にね X のホテルがあって、これ山の上にねあるということなんですけど、もうこれをねずっとまっすぐ行けば高山という山に行くんですけどね、まあ、いろんなねあの都市伝説、名称があったりするわけですけど、今日はねちょっとね行ってみようかなというか車でねドライブをねしながらちょっと行こうかなと、まあ、もうすぐ近くなんですよね。倉敷の街が、見渡せます。綺麗に映りますね。またちょっと行きましょう。チャンネル登録者数が1万人来る手前ぐらいにも来たことあるんですよね、歩いて昼間ですけど。ここが向こう、向こう山公園、駐車場及び公園内で、風紀を
を乱す行為は禁止しています。と、風紀を乱すってどういうことだと。痴漢不審者注意。さすがに車止まってないですね。ここもね、一つのクレイジースポットでいろいろあるらしいですよ。ちょっとホテル X のトリプル X ね、あーダブル X か。これはね、僕が幼稚園の頃からずっとあった。で、このね、左手にね、小町温泉っていう温泉があったんですよ、昔。それもね、昔、ちょっと前、1年前ぐらいに調べたかな。結果的には なくて、まあここにあったよっていうのを地元の人には聞いたんですけど、言ったけど、なんかもう、なんだろうな、農園というか、畑になってました。ちょっとこのままずっとまっすぐ行ったらホテルがあってということで、山の上にね、ポツンとね、ネオンサインが、X の文字がね、光りながら、営業続けているというトンネルじゃないわ、ホテルなんですよね。よし、ここですね。X ホテル。こんな感じです。片方切れてます。ちょっと行きましょう。ついてないですね。やっぱもうね、何十年もあるので玉が切れてるんですね。よし、じゃあ行きましょう。
鳴ってるみたいな。新しい今はそんなに効かないかなというか、まあ10年前20年前はなんか柵があって、なんかあるぞみたいなあって、なんか洋館が奥にあるっていう話をね聞いたんですけど、でもなんか潰されたようなね話を、この左、ああ見えんな、今となってはと。こんな感じで、終わろうかなと思います。いやーなんかでもすごい絶景のあの、眺めかなと思います。皆さんもちょっと機会があったらぜひ行ってみてください。はい、ということでまたよろしくお願いします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。